から行きます。これから行きます。火打ち、うん、あ、火打ちがね、こうやってくっきり、よかったよかった。正面が谷が、あ、低いとこだから、うん、私物、登山、うん、正面の高いの登山かな、あれが私物でしょうね。そうですね。あ、こっちから尖ってるのがね。じゃあどうぞ。どっちか、じゃあお気をつけて。ナボさん、着きましたね。あ、嬉しい。いや、いいな、これいいね、すっごい。だって、10分で2000円来ちゃってるんですけど安いもんだよね。これが、あ、これ、あの、食堂。俺ね、こっちから来たことないから感動してるよ。これガーデンじゃん、ガーデン。知らないですね。パチこれマジで息が上がってるわ。もうちょっとしたら休憩しましょう。はい、いや、この登りはさすがにきついですね。目標が見えた。あそこ目指して頑張りましょう。あ、怖え怖え。山頂駅ですね。そんな距離来てないね。来てないですよね。アップダウンはあったけど、すごいだこれ。あとちょっとで林を抜けるそうです。わあ、ライチョウね。きつい。おお、見えてきた。おお。2時間でやっとここまで。素晴らしい。人が歩いてるの見える。空気の
薄さを実感してます。いや、いい感じのここですね。あと200、150そんなもんだと思うんですけど、河口から一旦手前のピークに登りまして、一旦下ってからですね、頂上に向かいます。来るね。一旦ですね下って、ここから登り返すと、山頂です。五色沼が見えます。山頂はそこです。邪魔なんじゃないかな。このピーク行きますか。すごいな、あの人。さあ、全組んでる。今ですね、ちっちゃい頂上ですけど、頂上アタックが済んでですね、休憩に入ろうとしております。無事です。でね、山ガールウォッチングでもいいよね、そう、じゃあ、無事ですね、無事白根山登頂を、果たしました。お疲れ様でした。金麦がですね、キンキンに冷えております。おおちょっと気圧が低いもんですから。それでは、じゃあ、失礼します。いや、はい、じゃあ、お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとね、気圧が高いんで、泡ばっかなんですけど、まあ、いや、はい、どうもお疲れ様でした。さんにですね、ラーメンもらったんで、うまそうだね。今山頂から 300m 下ってきたところです。
ちょうどね、あそこに、今向かってるロープウェイ山頂駅があります。山頂駅に着きました。いや、よかったね。一応応援して。綺麗になって。僕の2台行きます。やった。